Alright. Hello, everybody. Sleepy Night Chat です。今回もですね、プリズンアーキテクトやっていこうと思います。前回はですね、ここの壁がバカッと剥がれて、大脱走があったわけなんですが、ちょっとですね、前終わった時にセーブするの忘れちゃったんで、ちょっとロールバックしてしまいました。またね、作り直しておいたんですけど、ですからちょっと脱走したこととかなくなったことになりました。申し訳ない。ちょっと次から、ちゃんとセーブするよう気をつけます。さて、どうだ。クラスルームとかね すっげえ汚ねえな、おい。箱だらけじゃねえかよ。やってくんですけど、やってく、作ってくんですけど、忘れずにね、ちょっとここの方を、ライブラリーにしましょう。リフォームプログラムセッションは大事だからいいんだけど、どっかになんか喧嘩があったね。ちょっとここの機械が破壊されてんな。誰かが殴ったんだろうね。なんとも迷惑な話ですけど。どこだ？ Where is the library？ あ、あったあった。あれ？もうしたのか。あ、してあんね。オッケーオッケー。じゃあ、したんだったらいい。そりゃ、表示されんわなっていう。で、またガードの方もね、多く雇っていきましょう。いることに越したことはないんでね。やっぱり。でだ。イマージェンシーじゃなくて、ロジスティックでこれ、できんの？でも、ファンデーションエデュケーションプログラム必要だけど、それは今やってんだよね。オッケーオッケー。で、掃除と。ここもね、今仕事させてるし、とにかく仕事させていきましょうか。で、キッチンセーフティー&ハイジンっていうのが必要みたいなんで、それも、じゃあプログラムでやりますか。確かそれもキッチンだったらできるはずなんだよね。レポートから、グラントじゃなくて、プログラムだ、これだ。それで、ワークショップ、キッチン、セーフティー&ハイジン、これだ。で、これでだ。やってくれるはずだ。確かに。これ大丈夫なんだけど、シェフが、キッチンに教えてくれると。で、プリズナー1人に対してクッカーが1つ必要だと。なるほどね。ボランタリーで、プラクティカルで簡単ということですね。で、思えばシェフも結構、最初に2人雇ってから増えてないんですよね。あ、一応増えてるか。ただあまり数がないんで、ちょっと多く雇っておきましょうか。で、クッカーももうちょっと増やしてあげるか。で、ここにも1つと。で、電気の方はこれでつながるかな。よしと。で、こっちの方もちょっとそろそろやばくなってきたね。パスタ、最大前で追加しちゃいますか。で、そら、こっちの方にも行ってもらうように従いしていいんだけど、ここがちゃんと行かないんだよね。これで、そのあっちの方にパトロールさせるようにしましょう。OK、これでクッカーも増えたね。過密状態だけど、仕方がない。お、ちゃんと綺麗にしてるね、プリズナーも。よしよし。でだ、飯の時間だ。一気にみんな食い始めているぞ 椅子の数は大丈夫かな。ちょ、ロジスティックでね、フードディストリビューションとかもあるんだよね。これで、できるね。一応これでですね、後々たくさん増えてきたら、じゃあここのキッチンじゃこれじゃもう入りませんのでっていうことなので、ここに新しくキッチン作ってそっちの方に流しましょうってのもできると。ランドリーもこれですね。できますね。で、ルームクオリティは、いろいろと条件あるのか。へえ。なるほど。
まあ、とにかくグレードが高ければ、まあ、さらに、なんだ、反乱も起きにくいとかそういうことなのかな。火事が起こってる。キッチン、ちょっと火事が、かじった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 。ちょっと待って、その時はイマージェンシーで、ファイアエンジンを呼ぶんだ。ウィーン。で、そこの方を消火してもらわなきゃ。急げ、急げ。ここでちょっと火災が起こってる。キッチンが燃えてる。あー、シェフが死んじゃう。ちょっとあそこなんか閉じ込められてる。あー、これはひどい。タブでリサイクルできてどういうことだ。ああ、そういうことね。下の方を選べるのか。火事終わったかな。終わったね。ありがとう。マジか、ちょっとこれ修理しねえとな。火事か。火事怖えな。あー、すっかり忘れてたけど、そうだ、スプリンクラーっていうアイテム置かねえとダメだったんだっけ。失敗したな。これだよ、スプリンクラーが。あるから、これをね、こう適当に置いていくしかねえな。火使うとこはこれを置かないと。ちょっと怖かったね、今の。めっちゃ燃えてたもんな。っていうか、飯ねえじゃん。ほとんど。あ、そうだ、あとユーティリティでケーブル燃えてしまったから、設置し直さないとな。パイプも燃えてんのかよ。パイプ、どうやったら燃えんだよ。今のダジャレじゃなくてさ、わりかし真面目に。ちょっとわけがわからないよ。ああ、これやばいね。飯が食えねえと言って、また反乱が起こる可能性が。みんなちょっとマクドナルドで注文を取るから許してくれみたいな。水流れてるはずなんだけど、あ、あとそっちの方のクッカーが電気もらってねえのか。で、あとそうだ、パイプの方もここのスプリンクラーで必要だったね。じゃあここにももう一つちょっと置いとくか、スプリンクラーの方。びっくりしたなー、マジで。さてと、まあ、でも一応これで大丈夫かな。で、そうだな、ちょっとこっちの方にも強化というかしていくか。まあ、ゲートの方は、ちょっと下の方は広く取るか。そこのビステーションステーションまで取って、で、あとはここでいいかな。で、マテリアルで、まあ、センスでガーって引いてだ。ここもね、ちょっとフェンスで閉じちゃう。で、ここのスペースを使っていこうかな。まあ、すぐにリカバリーできたが、これはどうした？フリッジとシンクが、どういうこと？部屋のあれも解除されちゃったってこと？もしかして。基地3つあるって判定になってんな。 OK、 これで治ったね。ちょっとなんか電気のあれがピコピコって出てんだけど、どういうこと？大丈夫だね。今は出てないな。てか 食料がなんかダメージ食らってるってどういうことなの？
じゃあデモリッシュウォールでここは破棄していこうかな。で、そうだ、ここまでちょっと拡張しちゃうか。うん、これで OK なはず。でゴミここに置くし、デリバリーもそこだね。で出荷のねやつも欲しいんだよな。デリバリーじゃなくてシッピングとかそんなんだったかな。エクスポートこれだ。エクスポートはここに置いとくか。うん、そしたら木材の方そっちに置いてってくれるね。そしたらそっちの方がさらに余裕ができるから、エクスポートこっちの方にもさらに拡張していこう。素晴らしいね。ちょっとまたなんか警察がお仕事してるけど、まったくやめろお前ら、仲良くしろ。でこれで、まあ、出荷してくれるはずだ。 OK、 今まであった結構なたくさん量の木材が出ていくわけだが、あそっか、これをロードゲートとかもそういうのがあったんだっけな。そのすぐには出れなくなるんだよな。それもおいおい自動化させていきたいな。今回というかここのマップではですね、ちょっと考えたんですけど、その新しい要素を触れていくという感じでやっていこうかなと思ったんですよ。でですね、そのお金をもそのバリエーションで、まあ、売るじゃないですか。その売ったお金で本格的にちゃんとした設計を立ててね、まあ、作っていこうかなと思うんですよ。ちょっと今結構バラバラというか汚いんで、その拡張性にも優れてないしですからね、それをちょっと改めてやっていこうかなとは考えているんですよね。でら、そんなことよりもだ、お金策の方とにかくしていきたいから、ワークショップだよな作るとしたら。食料の、食料じゃなくてナンバープレートのやつもあるけど、カーペンタリー行ってなかったっけな。確かあったと思うんだよね、カーペンタリーが。それもこの中かな。ホールームセンター、カンティーン、キッチン、ゴミ、デリバリー、ストレージ、ヤード、シャワー、ワークショップ、セキュリティ、オフィス、インファーマリー、モルグ、ケンネル、あ、そうだ、ケンネルも作んないといけないんだよな。あ、すっかり忘れた。ちょっと、シェイクダウン、今やっとこう。おーおーおお、早速めっちゃ見つかってんね。クラスルームは作ったアーマリー、パロール、メールルームとか、うん、あとお店もあんだよな。あ、それお店作ろうと思ってたんだよ。そうだな、お店は適当にここに作っちゃうか。よっと、おーおー、もう早速まっめっちゃ見つかってんな。でも何度やってもやっぱりもうスプーンのあれはないですね。もうあれちょっとおかしかったんですもんね、スプーンだけはなんかバーってなんかできてんのって、ちょっと笑いましたけどね。あれはあんまりにもスプーンが多いんだもの。あの頃がちょっと懐かしいですね。でここをお店にしてと。でこれはテーブル、ショップ、シェルフ、アジェイソン、あれ部屋の横ってのはどういうことなんだろう。まあちょっとショップ、シェルフ、お店置いてくだろう、置いとくっていうか、まあシェルフ置いてくだろう。ソーティングデスクはこれ必要か。いや、いらないね。ただテーブルが必要だね。で部屋の隣って書いてあるんだよな。どういうこと？アジェイセントルーム。
部屋の隣ってことなんだけど、これ部屋作れってこと？そう、なんか適当に。こういうこと？なのかね。ちょっとまだ条件がよくわかんないね。で、そうだ、ここもなんか部屋にしようと思ったんだよね。あ、そこをお店にしようってしてたんだっけ、俺。understanding this. はあ？ これ部屋の隣って出てねえしな。ちょっとこれわかんない。あとで。ちょっとこれ調べときますね。ちょっとまだわかんないな。じゃあこの部屋は他の用途にちょっと回しちゃおうか。他はメールルームか。メールルームにするか。じゃあそうだね、じゃあメールルームにしましょうか。この店はさよなら。その代わりメールルームにしました。ソーティングデスクと、ソーティングデスクはここでいいよな。で、椅子を置いてだ。ここはまあ常時オープンにしとこうか。あとは机だね。これでもメールルームは大丈夫なはず。で、デプロイメントでちょっとおまわりさんの方をね、こっちの方に入れとくとして。で、メールルームもこれもロジスティックで仕事にできるね。まあ、3人でいいんじゃね？こいつは何をしとるんじゃ。仕事がなんか回ってこねえな。あ、これ、まあ、ファンデーションエディケーションはまあ、わかるんだけど。これをまあ、あ、そっか、これ終わるのに時間かかるんだったっけな。まあ、これができるまでちょっと待つか。ちょっとなんかまた戦いが発生している。なんか前と比べて結構アグレッシブになったよな。あ、それあとブルークラシーでもう全部ちょっとできるだけアンロックしていこう。スモールセルもアンロックしようか。ちょっとここもガードパトロールさせるか。デプロイメントでガードパトロールで、こんな感じでいくか。まあ、入り口、出入り口。そこをガードするようにして、で、飛び、あの、すぐ車が来たらね、開けるようにして。ああ、そうだ。こいつらとかね、すっかり忘れたけど、こうやってね、そのマップ外からね、投げ込んできたアイテム取ってくるんですよ。ちょっとこいつ、まあ、調べるとするじゃないですか。まあ、すぐ来るはずなんですけど、来ましたね。これで持っちゃいけないものが見つかるはずなんですよね。ほら。スプーンってお前。スプーン投げ込んでもらうためにわざわざ捕まるような真似したのか？ちょっとお前もだ。ちょっとね、怪しい行動していたらすぐ調べるのが良さげですね。まあ、ちょっとこういう作業をしてるとどうしてもおろそかになってしまいがちですけど、ちゃんとね、見逃さないようにするのが一番でしょうね。さてと、
またなんかいろいろと見つけてきてんな。やめてくれよ。で、ちょっと、もう、時間が時間なんですけど、終わる前に、宿じゃねえや。あれ作ろうと思います、ワークショップの方。20×20 でいいかね。あ、超高え。7800。でも、これさえ作ってしまえば、もうお金は、結構後々楽になると思うんですよね。ちょっとグランドこれできねえから、諦めよう。エデュケーションプロリフォームプログラム、これは、まあ、エデュケーションアンロックしたクラスルーム作った20校スクールデスクあるのかな。あ、ファンデーションコース15にパスさせろ。あ、ジェネラルエデュケーションコースもパスさせないといけないのか。何？他のこ、メディアどうや、あー、メディアの話か。メディアは他のことに興味を持ったようだ。で、あの、テレビは、いけねえ。また作ってもいいよと言われましたね。ちょっとこれは、マテリアルだよな。なんか置いちゃったのかな？わかんねえや。なんかチャリーンってお金払っちゃったけど、まあ気にしないでおこう。で、またテレビ置いといてあげてと。ガバメンタルセキュリティレーティングもこれも、そう、ドッグハンドラーが必要だから。プリズナーアシミュレーションなんだ、アゲージメント。キッチン、クリーン、カバーとランドリー。これは、言うてすぐ終わらせられそうだな。キッチンに働かせ、まあなんだ、そのコース終わらせれば、キッチンも働くし、クリーンカバーは今2人だから、もう1人、働かせれば、いいかな。あ、マックスジョブ2つだから、ちょっとでかくしないとダメだね。あ、そうだ、あと、ここの方もなくなっちゃったんだっけ。じゃあ、ちょっとクリーンカバードの方もでかくしていくか。ここの壁は取り除いてと。さてと、エントランスができた。ラージジェルドは、まあ、真ん中にドンと。置いとこうか。確かに部屋のサイズでね、そう判定されるから。一応でかくすれば、その増えるはずですと。これで、5人になったね。オッケー、これでグラントも終わったからお金もらいましたね。で、ここの部屋をワークショップにして、でかい。あとはテーブルとか置いといてあげればいいですね。まあ、ちょっとここに立っておくとあれだな。まあ、こんな感じに置いといて、カーペンターテーブルとかも置いといてあげていいな。結構これ場所取るんだよね。お金も取るし。まあ、カーペンター4つでいっか。ワークショップ層が最初だったかな。で、あとはプレスでいけるはず。一応ね、これで大丈夫なはず。大丈夫だね。OK。あとはもうユーティリティで電気流してあげればいいんですけど、ちょっと間に合うかな、電力。間に合うな。多分。結構ね、これめっちゃ電力使うからね、なるべく、その専用の電力のあれ、使ってあげたいんだよね。まあ、てめえら仕事の時間だ。さっさと働いた。で、ここの方もね、ちょっと中、喧嘩しないように見張らせよう。さてと、じゃあ今回こんな感じかな。で、あと、作ってない部屋とかは、まあ、アーマリーとかだけど、それは前にもあったしな。
まあ、大体こんなもんか。あとパロールとかか。お店の方もちょっとわかんない。それも調べときますんで、そうそうですね。ちょっと引っ越しというか、新しい場所に行けるように準備しますか。ちょっとね、設計図とかみたいのも書いておきますんで、準備、なるべくね。ちょっとね、そろそろやっていきましょうか。ということで、今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。